はいさーい、今回は浦添市にある、あ、浦添市じゃなくて那覇市ですね。那覇市にある末吉公園までやってきました。意外と自宅がある浦添市から近いんで、ついつい浦添市って言っちゃいましたね。何かいる。鳥かな。ガサガサでね、最近の沖縄ずっとねぐずついた天気で、まあ今日も曇ってはいるんですが、最近にしてはまだ曇り空でも明るい沖縄かな。これね、本来なら遠くにね綺麗な青い海とかも見えているんですが、曇り空がねやっぱね影響してか海もちょっと曇ったような色になっています。まあそれにしてもすんごい生い茂ってますね。なんか夏の頃よりも生い茂ってきたんじゃないかなって感じがします。ね、最近の沖縄もうほんとここ2週間ぐらいですかね、ずっと雨とかね曇りでね、あまりね青空が出なかったりするんですよ。まあ出たとしても30分ぐらいちょこっと青空が見えてるぐらいで、基本ずっと雨なんでね、 Twitter とかの YouTube にアップする動画がなくなってきちゃったんで、まあ今回は曇り空なんですが、まあ、曇った沖縄っていうのもね僕あんまり映さないんで、もしかしたらしばらくはこういったね今のリアルな沖縄の天気とかお伝えできるんじゃないでしょうか。やっぱ沖縄もね、まあ、全国に比べるとそんな気温は低くないとは思うんですが、沖縄にしてね朝晩18度とか20度をね切るっていうのはぼちぼち冬が訪れてきたのかなって感じがします。まあ、とはいえ昼間は20度近く上がったりするんでね、まあ全然寒くなかったりするんですが、どうしよう、このコース降りるか、若干滝の音とかも聞こえてるんで、まあよく通る散歩コース、散歩道で行きたいと思います。てかでかいねこのカエルが乗っかりそうな、おそらく食わず芋の葉っぱだと思うんだけど、すんげえな。夏場はね生い茂って葉っぱとかもね大きくなるのはわかるんですが、この12月冬の時期でもやっぱり末吉公園って、まあ、那覇にあるのにすんごいジャングルですよね。そしてねこちらが滝見橋、まあ、滝って呼べるほどの大きな滝ではないんですが、まあこんな感じでね水が流れてて、最近雨降った割には水量が少ないんで、滝のようにね流れてる場所、画面中央あたり雨がねいっぱい降るとあそこが、まあ、滝っぽく見えたりするんですよ。まあ、滝なのかな、山からね落差で流れる川みたいなのを滝って言うんだったら、末吉公園のねここも滝かもしれないですね。
本来ねこの辺もね水が流れてたりして白く見えたりするんですが、まあとにかく鬱蒼としてますよね。あら、いつも池にティラピア魚がね泳いでると思うんですが、なんか今日見当たらないな。曇ってるから分かりづらいのかな。そしてねここ天気がねずっと崩れてる割には、なんだろう、水量が少ないですね。沖縄ってね海は綺麗なんですがね、川はねあんまり綺麗じゃないんですよね。すごいね、やっぱジャングルですね。あのシダっぽいのが垂れ下がってて、奥の岩の間とか、それでテレピアちゃんなんでいないんだ。探せてないだけ。なんか水面が若干動いてるんでグッピーとかはいると思うんですが、マジいないな、なんでだろう。あ、いました。このね石、真ん中にある石の影とかに隠れたりしてたんですが、あ、いますね。一応天気がね悪いんで、おそらくまあ光の影とかのね影響だと思うんですが、薄暗くなってるんでね見つけにくかったみたいですね。これすごいな、クバなのかな。これもクバガサとかね作ったりする、ちょっとクバとは違うような気もするけれど、まあヤシの仲間、ビロウの仲間ですね。よくね離島とかで泡盛の瓶をこのクバの葉っぱで加工してできた、網網して作ったクバのね、何色っていうんだろう、黄色というのか黄土色っぽいね枯れたクバの葉っぱでね編んで瓶を包んでるんですよ。なんかさっきからやっぱ天気がずっとね悪いのが続いてるんで、苔が結構生えてて、なんかずるっていきそうなんでね、危ないな今回。いかにも滑りそうな危険な雰囲気が出てますね。あ、鳥ちゃんも鳴いてて、やっぱ自然が豊かって感じがします。やっぱこの道も晴れと曇りじゃね明るさが全然違いますね。今日は暗めでお散歩中です。めっちゃ滑りそう、この辺苔がね本当にいっぱい張ってるんでね、靴底がすり減った、まあ、サンダルとかで来たらずるっと行きそうですね。スーシー鳴いてますね、ヒヨドリかな。あ、そうですね、
姿は見えていないんですが、この鳴き声はイソヒヨドリ。沖縄でねスーサーとかスーシーとかね、地域によって呼び方が違うんでね、さすがにセミはもう鳴いてないですね。でも秋の虫のスズムシなのか何虫かは分かんないんですが、何かしら秋っぽい鳴き声が聞こえてきます。スバッキが遠くに少し咲いてますね。つぼみもあったりするんで、これからもうちょっと咲くのかな。あ、でもやっぱ曇り空だと景色のね鮮やかさに欠けちゃうんでね、なんだろう、こうやって見ると、あ、こっちも椿ですよね、これおそらく。可愛らしい椿の花が咲いてますね。やっぱね、曇るとね、沖縄のね鮮やかさが足りない感じがしますね。冬の沖縄っていう雰囲気になりますよね。ヤシの木も大きい。ありがとうございます。あ、ハイビスカスですね。こんなやってね、ハイビスカスとヤシの木がね一緒に見れると、まあ沖縄の景色なのかなっていう、まあ、南国感はあったりするけれど、やっぱ青空がいいな。あれかヤシとね、沖縄の竹。その間をくぐり抜けると、ちょっとね開けた場所に出ます。このヤシもトゲトゲしてすごいな、いつ見ても。あ、月桃ですね。カーサムーチ、沖縄のね和菓子、和菓子というのか餅菓子というのか、このね葉っぱにもち粉をねこねて包むんですよ。ちなみにこの茶色くなってるのは実ですね。てかすんごい食われてる。ミノムシとかねカタツムリが食べるのかな。最近ね沖縄も涼しくなってきて、カサムーチ食べたきっていうことで、おばあちゃんがやっている月桃畑に行ってねお餅を作ったんですよ。もう半分以上は食べてしまったんですが、やっぱ月桃で包む母さんムーチーはね、僕餅好きなんでね、餅好きっていう名字にしたいぐらい餅好きなんで美味しかったです。そしてね、風鈴タイプのちょっと変わったハイビスカスです、ね、線香花火みたいにチリチリしてて可愛い。風が吹くとこうやって揺れて可愛いですね。でもやっぱり夏の頃より若干赤さがねやっぱり足りない気がしますね。でもこちらはさっきと同様のね定番の
赤いハイビスカスが咲いてたりします。ヤシもすごいな。っていうか12月なのに蚊に噛まれちゃいましたね。やっぱ森茂みが多いとね、蚊が寄ってきますね。冬もね蚊がいたりして、2月ぐらいじゃないと蚊がいない時期とかないのかな、沖縄って。冬も刺されちゃうんですよ。この日本のパンの木いいな、やっぱり葉っぱが大きくて。よいしょ。鳳凰木もすんごい鞘がねいっぱい1個落ちてるな。この中にね種とか、あーもう割れちゃってるね。種とかが入ったり、あーこれが種ですね。お家もね、去年かな、一昨年かな、この種をね、拾って、まあ、こんなに大木になったら困るんですが、ちょっと植えたりしててね、30センチぐらいまでね、伸びている鳳凰木の芽があるんですよ。はい、いっか、今回はこのぐらいで。っていうか、16分。15分以上喋っちゃった。なんだろう、20度ぐらいしかないんだけど、やっぱね今日ちょっとねバイクで来てるんで、バイク乗るとね沖縄風が強かったりして、さらにねやっぱバイクで風を受けるんで、パーカー着てるんですよ。なので余計に背中は汗ばんでますね今。よし、まあね、今後1週間のね天気予報も、沖縄曇り雨、雲とね雨マークしかないんでね、晴れることはあんまりねなさそうなんで期待はできないんですが、まあ、YouTube とね Twitter そちらもね最近力を入れて頑張ってるんでね、動画がもうなくなってきてるんで、もしかするとしばらくこういったね曇り空とかね、ちょっと小雨が降る沖縄の映像になっちゃうかもしれないですね。まあ晴れればもちろんね、無理してでもそのチャンスを逃がしたくないんでね、遠出とかして取りだめとかいつもみたいにやっていきたいなとは思うんですが、天気なんでね晴れてほしいんですが、今後ねどうなるかちょっと分かんないんで、曇りのね映像が続くかもしれないですね。ああそうそう、よくねツイッターで朝の挨拶の時にハイビスカスをね、まあ、最近実際ハイビスカス映してないんですが、このね 2,3 年間の間でめちゃくちゃいっぱいのねハイビスカスをね、まあ例えばマンコ公園とかね、まあ他の地域とかで撮ったハイビスカスの写真がねいっぱいあるんでね、沖縄の魅力を発信するということでよくね投稿に使っていた画像、そのねハイビスカスの写真で、まあ YouTube にアップする動画がなあまりなくなってきたっていうことで、スライドショーを作って近々アップしようかなと思ってるんでね、まあ、それも、まあ、今回の末吹公演とは関係ないんですが、お楽しみにしていてください。
すげえな、このゲット。種がね、いっぱいぶら下がってる。あ、背中が熱くなってきちゃったよ。あ、そっか。前回ね、まあ、1ヶ月くらい前に来たと思うんですが、その時はね、とっくり木端か。ピンクとね、黄色い感じのお花が咲く、かわいい。南国っぽい木があるんですが、そのね、とっくり木端の花を写しに来たつもりなんですが、まだ末吉公園のとっくり木端ちゃんはあまり咲いてなかったんでね、時間を改めて来ようとしてたんですよ。そうこうしてる間に1ヶ月ぐらい経ってしまったので、もしかしたら今回も見れないかなっていうか、今めちゃくちゃ息切れしてますね。階段登ってきたんで、あ、ちょっと雲が青くなってきてるかな、空が。心なしかね、若干明るくなってきてますね。ここやし、ココナッツ、逆光っていうか、わからないか。あ、一個落ちてる。後で拾って帰ろうかな。チャポチャポなるかな。なりますね。はあ、なんだ、めちゃくちゃ今息切れしてます。あのね、ココナッツちゃん、帰りももしそのままあるんだったら持って帰ろう。運が良ければね、2、30個のうち1個発芽したりするんですよ。今ね、何本かな、お家に10本ぐらいあるのかな、ココヤシが発芽した根が。あ、これわかるかね、お家に持って帰ってね、もしかしたらまた来年発芽してくれたらいいですよね。ね、このね、坂を登ると末吉公園のね、とっくり木綿が生えている場所にたどり着くので、もうなんだかんだ言って20分以上、23分も話しちゃってる。めちゃくちゃ長い動画になったら、あ、ピンクい花が少し見えてるんで、まあ、数は多分減ったと思うんですが、また咲いてますね。よかった。よし、とっくり木端までね移して、今回の長編の末吉公園の動画は終わろう。やべえ、息切れだ。最近やっぱ雨降ってね、あまり外に出てなかったんだ。これもとっくり木綿ですね。こちら黄色と、あ、黄色じゃない、白とピンクですね。真ん中のね、白い部分がもうちょっと黄色いパターンもあったりするんですが、ブーゲンビリアとかね、アラマンダもちょこちょこ咲いてたりしますね。やべえ、今日なんでこんなに息切れしてるんだ。ちょっと明るくなってきましたね。よかった。はい、こちらです。まあ、とっくり木渡って、このね、ボテッとしたとっくり状にね、大きくなって、幹に結構ボコボコした鬼に金棒みたいなね、
トゲトゲがあったりするんですよ。なんかあのアフリカかどっかのバオバオの木に似てますよね。あーでもちょっとねもうしぼんだりしてきてるんで少し時期は遅かったかもしれないですね。まあでも映せてよかった。今日ね来てなかったらもう本格的にダメだったかもしれないし、つぼみもなんかぷっくりしてて可愛いですね。はい、今回はね、タコノキがねいっぱい実っている、まあ冒頭では、まあ、近所の浦添とね間違えて本当は那覇市なんだけど、那覇市にあるね末吉公園からでした。ではまたねー、バイバーイ。